どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。俺はもうお前の相手できへんのや。おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんね。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いままカムロ町に戻ってくるんやで。ああ。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。お迎えが来たで。ああ。